こんばんは。あさって皆さん下北 FM さん聞いてください。待ってますね。軽くなった？そう、軽くしてくれた。前髪も流した。前髪も好き。本当に嬉しい、嬉しいな。前髪切りました。待ってね。わさっぴさん今日誕生日？ちょっと待って、歌う歌う。ちょっと待って、よし。サードンが出る声もね、早く出たい。出るときは絶対見に来てね。うん、はい。それではあさっぴさんに歌を歌いたいと思います。せーの、待って、はい、せーの。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear あさっぴさん。Happy birthday to you. わさっぴさんおめでとう。いつも来てくれて本当に嬉しい。わさっぴさん、絶対幸せな一年にしようね。ありがとう、本当におめでとう。すごい、今日なんだお誕生日。今日は6月の22日火曜日。おめでとう。すごい、ケーキ50個ぐらい食べれた？どう？あ、そういえば今日ね、そういえばね、何でもなかった。ケーキ食べた、50個ぐらい。今日私もケーキ食べた。そういえばケーキ食べたよ、お昼くらいにね。偶然だ、これは。わさっぴさんに、わさっぴさんのお誕生日ケーキだったんだね、きっと。うん、え、わさっぴさん大丈夫？私が代わりにケーキ食べといたから。イエイ、おめでとう。50個食べた？50個食べたかなと思ったけど、わさっぴさん0個らしい。みんなわさっぴさんにケーキ作ってあげて。ケーキ50個は胃もたれしちゃうかな。やっぱり胃もたれしちゃうよね、絶対胃もたれしちゃうって。代わりにいっぱい食べて、わさっぴさんが食べなきゃ。じゃあ明日わさっぴさんケーキ食べてね。傘が飛んでるーって。待って、読むね、ちょっと待ってね。ヒュー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 、オッケー。わさっぴさん傘いっぱいありがとう。カズ兄さん傘ありがとう、ありがとう。胃もたれ以前の問題、50個っていう数字がなかなかってことか。そうだね、なかなかだね。前髪ほんまに切ったわ、ほんまに切ったわ。あ、でもね、本当にね、聞いて、本当に昨日のショールーム配信してる時は髪切る、あの、違う、前髪を切りたいって思ってたのは本当だし、もう早く切りたいって毎日思ってたのも本当やけど、でも今日切るとは決まっちゃなくて、本当に全然決まってなくて、予約も何もしちゃなかったから、そう、よく今日切れたなって感じ。そう、昨日のね夜中に予約したんだよね。
昨日の夜中に予約して、でいつも前日だと待ってるから、あー無理だろうなーとか思いながら見ちゃったら、ちょっと見事に私が行ける時間に空いてて、はい切りましたとさ。そう、癒されたのでよく眠る。うれちい。行く美容室って決まってるの？もちろん決まってますね。私の場合は決まってももちろんっていうか、私の場合はもちろん決まってます。はい。でもなんか中にはあれだよね、毎回変えたいっていう人も多分いると思う。表参道で切った。そう、表参道で切ってきた。そうそう、うん、前髪だけでも変わる。いやちょっと待って、前髪だけじゃないから、うん、毛先も切った。最近外羽にハマりすぎてさ、ね、髪痛めまくってたから、美容師さんもね分かってくれたよすぐ。下北メール考えたけど、もうたくさん考えて。いやなんかね、夜中にね急に行きたくなっていうよりもうずっと本当に行きたくて、でそう、いやもう明日切りたいわと思って、そう見ちゃったらちょうど空いてたから入れた。うん、でも私が行きたい時間が一枠しかなかったからよかったって感じ。だからその時間空いてなかったら私はもうあのそれより早いか、それじその時間、私お昼に切ったっちゃけど、そうお昼までに空いてなかったらやめようと思ってて、毛先切ってる。そう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 、うん、本当書いてなくても髪切ったって気づいてたで。さすがひでたさん。自分で前髪切ったことある？ない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 よ。いつも私はもう自分のあの担当美容師さんに任せてるので、自分できることはないし、もう絶対決めてます。はい、そう私の担当の美容師さんにもう切ってもらう。なんかね私ね本当にね生え癖強くって、なんか最初いつだったかな、めっちゃ前に前髪を初めて作ったっていう時に、あのね生え癖強すぎてびっくりしちゃったの。もうここパッカンみたいな、私ここで生え癖あって、でそれでめっちゃ諦めてた時あったっちゃけど、やっぱ前髪ない方がいいかなって思った時あったけど、でも私今の美容師さんに出会ってから変わったの。そう、あ前髪って生え癖あっても切る人によってね違うんだって、そう救われたんだよね。だから今こうやって前髪があるちゃんと下ろせる。でもやっぱ伸びると私さすがにこっちに流さないと無理だけど、うん、シャンプーの CM やってみたいわ。でもシャンプーの CM されてる方ってめちゃくちゃ髪綺麗ですよね。そう、やっぱプロは違うよ本当に。そうそうそう、めっちゃそう相性良かった。そう染めるってあるって、え、ね、染めたいんだよね。でもね今日ね私めちゃめちゃ染めたい、今染めたい気なんですって。そう染めたことないっちゃけど相談したの。そしたらなんかそののちゃんは顔が白いから、顔が白いから、あ、あやちゃんやっは切ったよ今日。なんかそのうちは顔が白いから、なんか金髪とかそういう、なんて言うんだろう、なんやめた方がいいみたいな
なんかやめた方がいいっていうか、うん、そうやって言われて、あとなんかブリーチとかはしようと思ってないでしょって言われて、全然考えてないですって言って、私は普通に茶色にしたいのね、染めるならまずは茶色からいきたいじゃん。だから私は全然そういうなんか明るい感じの色は考えてなくて、普通に茶色から始めたいっていう感じだったけど、それでブリーチとか考えてないでしょって言われて、ああ全然考えてないですって言って、ブリーチとかしてなんかめっちゃ明るい色にするのは反対みたいな言ってて、そうなんかね焦げ茶ぐらいでいいと思うって言われた、うん、焦げ茶ぐらいがいいと思うって。でもなんか私さ、もともと真っ黒じゃないから、なんか焦げ茶に近いのね、だから私もともと真っ黒じゃないですよねって言ったら、あでもさすがに今の色とはちゃんと差がつくぐらいの焦げ茶だよって言われて、ちゃんと分かるぐらいの、染めても、うん、染めたって分かるぐらいの焦げ茶だよって言われて、がいいと思うって言われて、なんか変になんか違う色に染めたり変に茶色にしたりとかそれよりはって焦げ茶がいいと思うって言われて、すごい考えてくれてるって思って、うん、まあでも待って、こんな話してるけど私まだ染めるって言ってないですし、染めたいっていう話だからね、染めないですよまだ、うん、そうショート明るい系もやってみたい、似合うねんってなることも多いから難しそうね、確かに、最初はピンクじゃなくてよかった違うよ、そうでもなんかあと髪の長さも聞いてきた今日、どれぐらいがのどれぐらいが似合いますかって言ったら、もどれぐらいが似合うか聞いてきた、うん、今のままがいいけど染めた空のままめっちゃ見て、あーなるほどね、金髪にしたら白人になっちゃうかもね、ピンクも似合う可能性だ、髪の長さをもちろん、私その配信見ました、声聞こえんと、なんでなんで、ハロー、なんで聞こえない、ハロー、ハロー、なんで？は、ハロー、ハロー、エブリ、ハローか、
なんでだ。なんでですか。じゃあ、755で聞いてみる。見えてるかな。みんな、みんな。見て書いて。わかんない。待ってるね。みんな、まだ来てない。まだ来てない。コメント来てないよ。これ外したら聞こえる？聞こえる？なんか嬉しい。聞こえるだけでももう十分。聞こえる？755見るね。やった。聞こえてるみたい。嘘でしょ。ずっと動いてる？どっち？コメント来ない。動いてる？ない。けどサラノンタール自殺する。やったー。画面は動いてる？あー、どうする？ショールーム配信もう終わる？今日見えてる？ダメ。まだ終わらない。
聞こえてるのかな。専門局下北 FM 次回6月本物？本物でトモさん。あ、本わかった。じゃあ、わかった。じゃあ、ちょっと。え、どうする？配信画面変える？配信画面変えてみる？よかったらよろしくお願いします。嬉しい、楽しみです。回線厳しそうですが、皆さん今週も生電話コーナーよろしくから待っててくれませんか。お話ししたい。どうしようか。